こんにちは。観光や商用など短期滞在で入国した後、企業さんからね、内定をもらって認定申請する方も見られます。認定申請したからといっても審査結果が出るまで日本で滞在できるわけではありません。これ審査結果が出なくても、在留期限ありますので、在留期限が到来する前には必ず出国する必要がありますので、皆さん注意してください。以上です。